金剛長寺2キロ手前の休憩所です。休憩所にまさかの製氷機があります。すげえ助かる。ありがとうございます。さて、いよいよ160m ぐらい、150m 登ります。600、700m 距離が600、700m ぐらいで 150m 登ると、まあ、おつみさけじと似たような感じですね。20分ぐらいかな。硝酸、隔離、大流を経験した玉形を地蔵峠、大根峠経験したお遍路さんなら、まあ普通にクリアでしょう。こんにちは。そうですね、今のところ大丈夫ですね。突入。
こんにちは。いい。よし。よしよしよし。よいしょ。26番金剛長寺登ってきました。
走りに来るというか走りに来た。これはなかなかですよ、金剛長寿の下り。よし。時刻は3時ちょうどぐらいですね。今は今日の宿、吉良川周辺のここに来てます。あともう100、200メートルぐらいかな。今日は久しぶりにお寺札所を打ちました。やっぱりお寺を参拝するっていうのはいいもんです。心が落ち着くというか、フラットになるというか、整うというか、はい、波すげえな。台風が明日心配です。明日はちょっと見極めながら進みたいと思います。はい、安全第一で行きます。
いやそして今日やっぱホッツ岬陣24番と26番の金剛長寺、山の上にあるからね、それなりにしんどいよ。プラスあれこっちでいいのか、いいね。プラス金剛長寺の下り坂はもう危険すぎる、あれはやばい、やばかった、神経使いました。街並みが綺麗です。この木永川っていうのはなんか景観保護区域かなんかそういうのになってて、はい、街並みがすごく綺麗です。道路も普通の道路と違ってちゃんと舗装されてて、はい、今日は少しリッチなお遍路宿に泊まります。まあ今日20キロ足らずだったけど、やっぱりアップダウンがあるとそれなりに疲労が来るね。でもやっぱもう標高150メートルぐらいだと休憩なしで一気に登っちゃうから、まあ、だいぶお遍路に慣れてきたかな、体が。宿はどれかな、わかんねえな、今日雨降るっていう聞いてたんですけど、予想に反して雨は降らず、風もそんなに強くはなく、波はものすごく高くて、昨日一昨日通った道が今なんか聞いたところになると通行止めになったらしいので、波が高すぎて危険だって、ちょっと簡易パスでした。確かに室戸の東側の波はすごかった、着いた。では今日はこの辺で、ありがとうございました。